never listened to music voluntarily. 私は自分自身が進んで音楽を聴いたことありません。私の意思と関係なく、あらゆる場所で音楽を聴いています。私は感覚が入り混じった共感覚という感覚を持っています。何かを見たり、触れたり、味わうとき、音を聴くんですね。そして私が音を聞くとき、私は私の脳の中で音楽が生まれます。これクラシカルな、クラシックの作曲としては大変役に立つ感覚ですけれども、現実の例えば BBC のクリックの番組をしているときには大変、現実に集中できないときがあります。私がなぜそういうものに集中できないのか、私はそれを皆さんにその秘密をお見せいたしましょう。ピアノを弾きますね。でいろんな、ビルの中で、また都市の中で歩いているとこういうふうに聞こえて、これが車の音です。ビルはこういう音です。人の音はこういう音です。そう、大変それがこういった音に私は、圧倒されてしまいます。私がこれやっていると大変クレイジーに見えるかもしれませんけど、私はそのノイズを音楽に変えています。これはビルの音です。これは人々の音。それこういうのが私の頭の中に聞こえています。何年か経って、私たくさんのテクノロジーの人に会って、彼らはテクノロジーのソリューションで世界を変えてきた人たちです。そして私は思ったんです。私も同じことをできるかもしれない。私はそれに世界にハーモニーを加えて、私のまあ限られたテクニカルな知識を使ってできるかもしれないと思いました。これが私が最初にトライしたものです。大変ローテックに見えます。じゃ今ちょっとマイクロフォンを外しますね。大変こうです。この私の呼吸の音が古いコーヒーのような味がします。これはローテックですけれども、このタブレットの中にいるプロセスやパワーがあって、リアルタイムで音の操作ができるんです。でこのプロセスを私はグルチングと思います。音をエンハンスするものです。でそしてこの現実にもっと面白いものを追加をしています。でも実際それを他の人たちと共有したいと思いました。そしてミュージックハッカーたちを募集しました。でそれを今ビデオでお見せしますけれども、まず最初に私たちは酔っているわけではありません。でもちょっとエフェクトのためにゆっくり話しています。でここで通常のオーディオで、実はヘッドフォンからこういうことが聞こえているんですね。もし現実が嫌だったら変えればいい。What we're doing. This is great. Stop. Stop. Glitching is dangerous. Zero. 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 Glitching 3 minutes, and we almost. ボストンをこんな風に歩いているのを想像できますか？私はレストランに行ってヘッドホンをつけたまま食事しました。
お箸がお椀に当たるとや隣のテーブルの人たちの笑い声が聞こえました。信じられないほど面白かったです。拡張された現実を共有できました。私たちは大変楽しかったんですけど、まあ、他の人たちから見たらクレイジーだったかもしれません。そしてこれをもっとやりたいと思ったんですね。もっと高度な技術が欲しかったんです。そしてもっとコントロールできるものを、作りたいと思ったんです。私はクラシカルの音楽をできますけれども、例えばこれが飛行機の中です。もうトライしました。飛行機の中の音は二長調です。Even economy sounds good. You know, I'm using repetition here. It's an old trick. またリフレイン、反復も使っています。覚えやすいポップソングがよく使っているものですね。また、私この飛行機での旅がソフトな感じになりました。中央局へのインプットをこのように操作できることで環境をコントロールという錯覚が与えられました。で、このアイデアが大変私は取り憑かれました。そしてアプリケーションを作ったらどうかと思っていました。これが私のモバイルの作曲のためのリグです。そうなんです。そしてそれを身につけて、で私はそれをつけながら歌い、そして、再生したり、プレイしたりと、同時にしたいと思いました。そしてこれを私の手につけて、でそれは背中につけたコントロールを操作するものです。そしてバックパックはコンピューターソロゴを後ろ背中に立てて、そしてワイヤレスのホップストーブを手につけています。でそれが後ろにつながっていて、またいろんなワイヤーがつながっています。それによっていろんな人たちとつながっています。いや実際これなんですね。テープやヘッドフォンを使います。大変重いんですが、これをいろんな人たちと共有したいと思いました。まず最初に参加している人たちが必要でした。でこういう人たちが最初は、見ているだけの人だったんですけども、オックスフォードに出かけました。特別なヘッドフォン、マイクロフォンを使いました。So when these people are walking, they're 歩きながら私の頭の中で動いているんです。私が聞いているものを人々は聞いています。 Oxford Circus is an Oxford Circus です。これは蝶々です。Oh, the music's gone. It's like everything that you know, every sound that you know, heard in a completely different way. In sounds. It's amazing. It's amazing. このプロセスをグリーチングと読みました。とても将来的な、また SF 的なプロセスだと思います。この人たちは、これを決めた人たちはヘッドホンを外して、彼らはリアリティを違った形で聞こえたというふうに言ってくれました。私はそれを聞いて大変嬉しかったです。これは夕べの渋谷です。私がこの場所でレコーディングをしてみました。渋谷は大好きなんです。オスクポードサーカスと同じに平長調です。次のプロジェクトはもっと面白いことをしたいと思うんですね。そしていろんな人に経験してほしいと思っています。 FM ラジオと FM の送信機を使います。これを使ってもっと多くの人たちがグリッチング、現実を拡張したものを経験できます。またオーディオをグリッチするだけではなくて、皆さんにちょっと想像してください。視覚やまた味覚やまたタッチ、接触するものも変化させて、自分の現実にも自分に合わせて書けることができると思います。これは大変、これ面白いんです。これを他の人たちと共有して経験することは大変面白いんです。でこのアイデアの裏にあるのは、
現実で面白いことをしてください。現実を変えて、これが大変楽しいことなんです。私がやってみてましたから、皆さんに言えることができます。ありがとうございました。